皆さんこんにちは、上田英治社員の長岡です。本日はこちら5月10日金曜日より上映のマリウポリの20日間を紹介します。2022年2月、ロシアがウクライナ東部に位置するマリウポリへの侵攻を開始。これを察知した AP 通信のウクライナ人記者が仲間と共に現地に向かったドキュメンタリー作品です。今もなお続く侵攻の最中で、決死の覚悟でウクライナ現状を世界へと発信された本作、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞し、今最も重要なドキュメンタリー作品の中の一本となっております。ぜひ劇場のスクリーンでご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。